どうも、ゆっくり霊夢格好部主です。マリサだぜ。前回は、何したっけ？一週間ぶりで完全に忘れたな。どうやら毛利家吸収してそのまま福島家を吸収しようとしたようだ。なんとなく思い出した。キープもいい感じにできて中国地方も周防で徳川家の拡大止めれたし九州も上陸こそされたけど日向で食い止まってる感じ。徳川家が睨み利かしてるから島津家も動きづらいはずだ。同盟関係も徳川家となんとか組めたし、あとは福島家、島津家の攻略をしていよいよ本番という感じかな。それじゃあ状況確認と今回の作戦考えていくよ。前回は津和野城制圧して終わったようだ。細かいところはいろいろと忘れてるからちょっと詳しく状況確認していこうか。現状広島城が本拠地だがそろそろ陥落、桜尾城でラストワン狙う感じだな。破壊2枚掛けで到着と同時くらいに調整されてるね。周回回避で攻めるし制圧自体は調整ミスらない限りラストワンは問題ないだろう。そういやだんだん思い出してきた。城主不足で主力を配置できないんだっけか。昇進待ちだったな。ただ感触もらえてるし島津家まで吸収できれば維新150には到達できそうだ。そういや忘れてるかもしれないが黒岳も一応吸収しないとだぞ。同盟期間長すぎて完全に忘れてたわ。現状キープは佐渡原城以外の徳川家隣接をやってる感じ。本拠地周辺回復してるし攻めようと思ったらすぐにでも攻めれる状況だ。最寄りで言うと大村城、岩尾城かな。どちらにせよ本拠地の兵力も多くなってるし異風中以上は敵部隊が向かってきそうだな。そう考えると異風効率がいい岩尾城攻めの方がいい気がする。ただ異風中以上となると相手は島津家だし黒岳の援軍か福島家の九州待った方が確実かな。そういや忘れてたけど兵力多いけど戦闘力は田中家と激闘繰り広げるくらいだった。柳川城で九州の関ヶ原がとか言ってたな。黒岳とはポイント的に援軍まだ呼べなかったはずだし松ついでに福島家九州ができそうだね。ポイントも確認したら徳川家40、黒岳70だったな。黒岳は同盟延長あるしやっぱすぐには呼べないね。政策はこんな感じ、ほとんどなくて草。そういや由美さんも吉利さんも外交で政策発令できる人がいないんだった。誰かが昇進もしくは手が空いたら制度改新は星に、当時整備輸送城郭不振は発令を優先していきたい。いつものスタートセットだな。裁量権以上については他の地区シリーズと違って攻められるまでに余裕があるから水路建築だけだしそこまで焦る必要ないかも。むしろその分の資金を他の軍の領内諸策で開発に当てた方が有効的かもな。方針も決まってきたしとりあえず福島家九州まで時間進めていこうかな。どうやら撮影時のお前は大村城が気になってるようだ。まあどこか攻めないと徳川家封じてるしうちに攻めてくる可能性も考慮してたんだと思う。半月ほど時間を進めた。やっべ、徳川家が佐渡原城に攻めちゃった。もともと攻めさせて兵力削るためにキープしてなかったんだがな。兵糧不足で騎乗しそうな気もするけどさすがに耐久値考えたらきついか。船井館を黒岳が攻めてその対処で兵力も削れてるしな。佐渡原城制圧されたらキープ場所さらに増えてしまうし諸々の展開考えても攻めさせない方が最善と考えてリスタートした。リスタートと同時に船井館、佐渡原城をキープ追加して黒岳のさらなる拡大も封じるようにするんだぜ。よし、これで徳川家も動かなくなったね。あとはラストワンしくじらないように調整やっていくよ。特大フラグで草。破壊2発入って確実に落とせる状況になったな。やっぱ後半シナリオ制作と跳躍芸な気がする。札束パンチが強すぎる。史実では宗家は偽装書類パンチしまくってたみたいだが大きく分類したらどっちも神だし一緒だろう。くくりでかすぎで草。島津家と戦う前に福島家九州前の戦力確認。武勇順に従う身分が高い武将で能力高い武将があまりいないイメージ。武勇高い武将はやはり足軽以下で昇進待ちだね。ちなみに島津家はこんな感じ。脳筋というよりバランスいい感じで能力高い武将が多いな。普通に戦ったら今の城主たちじゃ勝ち目ないと数字だけで分からせられちゃった。福島家九州はもうすぐだけどそれに合わせて大村城に破壊2枚先導を仕掛けた。どうやら異風狙いというよりはまずは大村城で一度異風弱絡ませつつ兵力有利を取ろうという動きだな。
どの道岩村城狙いにしても大村城狙いにしても小田発令してないし、建築物は水路ばっかりだから中国地方からの援軍は来れないだろうしね。ここに来て大量の水路建築が裏目に出たか。いや、今だけの問題だろう。結局資金あれば小田星上げすれば兵糧日数問題は解決できるし。なんか戦国序盤は全体的に武勇も固有戦法もあったりで人材での戦いだったが、後半に進むにつれて資金の暴力がすごい気がするな。なんか徐々に戦いも現代に近づいてるよね。東洋南高で直談。おいおい、マジかよ、ここに来て秀叔父の親族か。なんとしても豊臣家の政策は欲しいところ。年齢もそれなりにいっちゃってるからどこまで生きるかはわからないけど、この状況で石高上昇はかなり強くなるぞ。現状一番先頭に駆り出されるであろう柳川城に配置。城主はただ置き、いじめるなよ。ガラシャさんさえ絡まなかったら大丈夫のはず。多分。この城、もらい受けました。桜を城制圧。さすがにしくじらなかったか。はは、フラグは壊すためにあるのだよ。いつもしっかりと回収してるがな。お、これで一人以外は東洋成功かな。その一人が主力じゃなければいいんだが。バランス型か。制服事情に配置で能力底上げ。次の島付け戦で出陣しそうだしな。拒否はよく知らないおっちゃん。お前の場合該当者多すぎるんだが。おお、侍大将二人登用。お国に清よし、組頭もかなり強いのが揃ったな。これで島付け戦前の戦力補強終了。中国地方の城主配置どうしようか迷ったけど、島付け戦に参戦できなさそうだし、とりあえず大官に配置して兵力の多い義俊さんムキムキにすることにした。お国さんとか清よしさん大官配置したらある程度戦えそうな程度にはムキムキになった。バランスよくムキムキになったな。もともと知略と政務能力は高かったしね。大官配置予定だった正則さんと高春さんは次に兵力の多い熊本城の能力底上げに配置した。二人配置したら忠広も一気に最強格に。これで兵力万超えクラスに城がムキムキになって、島付けとも戦えそうだ。こう考えると主力を城主にするのもいいが、兵力多いところに配置するのもありだな。てかここまで強くなるんだったら大村城で細々と威風弱発動で制圧目指すんじゃなくて、岩尾城で威風中位城狙っても勝てるかも。さすがに本拠地と熊本城が強くなっただけだし、結構きついような気もするがな。柳川城も兵力5000で忠興さんだし、3部隊強かったらある程度は対処できるし、多分大丈夫のはず。半月カット、台風直撃かな。ここで水路が役に立つ。元から九州上陸しなかったみたい。どこから台風発生してるんだよ。まだ水路建築が進んでない中国地方がやられてしまったか。でもデメリット効果とかも火災で発動してないし、軍が壊れても復旧はできそうだ。翌月、一気に昇進した。忠興が昇進したことで政策や外交にも参加できるようになったな。しかも忠興さん奉行は整備のコストカットじゃないか。これで思いっきり星上げできるな。今度は維新問題出てくるんですけどね。でも整備の前に先に必要な輸送から発令していこうかな。結局輸送より先に制度改新の星上げを優先したんだぜ。用紙変更だけでもできたらさらに攻めやすくなるかと思って。そして岩尾城で威風中位城狙い。おそらく兵力の規模的にも威風強に伸びる可能性が高いだろう。それならそれで勝てれば一気に島付け九州に近づくね。予想通りめっちゃ防衛部隊出てきた。あとは勝てるかどうか。翌月、マジで防衛部隊数的に威風強まで伸びちゃってるから、確実に勝つために黒岳援軍を呼ぶことにした。2部隊1万3000、これはデカすぎる。よかろう。長政さん出陣してるし、さすがに勝ったでしょ。援軍を敵部隊が集まりきる前に呼んでるから、うまく調整ができるかどうか。大村城攻めも岩尾城威風発動後にできるように、伊万里城の弓さんは待機してもらってるよ。援軍が接敵するまで全力で調整した。威風強まで伸びてるのか。多分参戦範囲的にも雪草さんが接敵する場所なら巻き込めるはず。ぴったり12部隊、兵力も優勢か。島付けの大将は参戦してないみたいだね。亀樹が総大将みたいだ。一応能力は見るけど、多分この感じだと余裕だと思う。
脳筋が一人。うちの部隊は萎縮も回避してるから能力でも勝ってそうだ。上に部隊が頼もしすぎる。とてもこの前まで田中家と激闘を繰り広げてたとは思えないね。合戦開始。作戦的には能力も兵力も勝ってるしゴリ押し。要するにいつもと同じってことだな。今回は弓あるし使って被害抑えれたらなって感じだね。特に見せ場なく正面から戦って優勢勝ち。基本は黒岳に被害押し付けてるから数字以上にうちの被害は少なめだよ。いつも通り最低で草。おかげでトップが長政になってるな。我らの勝利、世に響かせ。でっけー。これ多分自然は分断できてるな。それどころか文語も分断できてる。やはり中継地点の岩尾城での異風境は最強か。城4つ、ただそれ以上の価値が分断でできてるね。これはこの一戦で島津家との勝負はほぼ終了したも同然だな。あとは無駄に本拠地から遠くなるから最後の九州までが時間かかるんだよね。それもできるだけ札束パンチで終わらせようと思う。島津家、黒岳の九州は早くやらないと主力の寿命問題も出てくるしな。ここからは統治範囲だし主力をどんどん最前線に配置してもいいかもしれない。正則は泉城、高春は人吉城に配置。後の城は適当に城主配置しようかな。ただ城の能力が一気に下落。心なしかいつもよりげっそりして見えるね。最前線の二人は政務能力低めだからなるべく補うように領主配置。ここから連戦の可能性も高くなるからな。収入も毎月5000以上あるようになったし家宝も買って分配。条約も同時にやっていってるからマジで金のパワーがすごいんだぜ。お、ハート様めっちゃいいところに軍道作ろうとしてるじゃん。この道できたら一気に船井館攻めが楽になるな。家臣団もかなり増えてきたし、あとは徳川家との決戦を待つ感じだね。ここまでがチュートリアルとかハードル高すぎるんだぜ。とりあえず先に大村城、日の江城狙いつつワンチャン薩摩は同様状態解除後攻城戦で一気に制圧できないかと企んでる。移動に時間かかりすぎるから威風で制圧できるならその方が早いからな。翌月。必要ないような気もするけど大村城に破壊入れつつ弓さんと義俊さんで攻めてる。その間に政策進めたり領内諸策で新たに手に入れた城の開発、さらに阿蘇神社の再建も進めてるんだぜ。阿蘇神社も来月くらいにはできるだろうし、これでほとんどの城が災害回避率高くなるだろう。もはや台風は徳川家の武器となるな。翌月。やっぱ破壊必要なかった。大村城制圧。触れてやるわい。貴殿にお使いします。よし、九州の半分は今回で掌握できたね。黒岳と島津家両方の九州は後に3はかかりそうだな。徳川家との初戦もどこで開始するか重要になってきそうだ。最後に兵力確認。もう佐竹家しか残ってないな。徳川家と戦う頃には余裕で100万超えてそうだ。次回からはいかに早く吸収できるかだけど、今までよりはまったりとできそうだ。沼らない限りミスというミスは発生しないだろうからな。ってことで今回はここまで。チャンネル登録がまだの人は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくなんだぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。